今お昼の12時ぐらいなんですけど、今日は久しぶりに特に何も予定を入れてないので、なんか気持ちをリフレッシュさせるために好きなことをやる一日にしようかなと思ってます。私はいつも検索するときに Google アプリを使ってるんですけど、このアプリの検索バーの下に今調べてることだけじゃなくて、ちょっと前に調べていたこととかからも自分の興味とか関心に合わせてレコメンドしてくれるっていう機能があるんですよね。なので前に気になって調べてたけど忘れてたこととか、あと自分が興味を持ちそうなことにも出会えるので、すごい便利な機能だなと思って、なんか今日みたいな感じで今日何しようっていうときにスクロールして見たりしてます。前から作ってみたいと思ってたバナナブレッドのレシピを見つけたので、ちょっと今からそれを作っていこうかなと思います。のパウンドケーキが完成しました。割とね、思ったよりいい感じにできてる。さっき Google アプリを見てたら、小豆ときな粉を連れて行けるレストランを見つけたので、ご飯を食べに行こうと思うので、ちょっとね、急いで準備をします。Start your computations.Thank you.
今お昼の1時半ぐらいで今からお昼ご飯を作っていくんですけど、なんか最近 SNS でよく見かけるレシピを試してみようかなと思ってます。しました。いただきます。これを海苔に包んで食べるらしいです。今は夕方の5時半ぐらいなんですけど、ちょっとお腹が減ってきたので今日実家から届いたシャインマスカットを食べたいと思います。こっちはチャイティーラテです。チャイティーラテ、チャイかな。これを食べてちょっと今からお部屋をねクリスマス仕様にしようかなと思って、さっきクリスマスツリーを買ってきたので飾り付けをしていきたいと思います。今夜の8時半9時前とかなんですけど、今から夜ご飯を作っていこうと思います。で今日は久しぶりにグラタンを作ろうかなと思ってます。ようやくグラタン皿を買ったんで、さっきいただきます。